こんにちは、こんばんは。バリ島のビジネスマンです。今回の動画はクルーズ3日目ベトナム観光ツアー編となります。これまでの動画をまだ見ていない方は上のリンクからご覧ください。動画の最後にその日に使った金額も載せていますので、ぜひ最後までご覧ください。はい、3日目の朝です。8月2日6時49分、はい、今日もルームサービス頼みました。到着する10分前ぐらいに電話かかってくるので、モーニングコールみたいな形でね、それで起きました。昨日はね、バルコニーで食べたんですけどね、ゆっくり時間があったので、今日はちょっとね、この後朝からベトナムのバスツアーに乗る予定なので、少しちょっと時間が忙しいので、部屋の中で食べたいと思います。はい、それでは朝食いただきたいと思います。これからツアーに向かいたいんですけども、今ね、集まっています。たくさんの人がね、こうしてツアーに参加するみたいです。それでは僕も並んでいきたいと思います。ツアー参加者はそれぞれグループ番号をもらって、こちらの会場で待機します。今司会者が参加者に C パスカードなどの必要書類を忘れないこと、また呼ばれたグループから順番に出口に向かうよう説明しています。結構会場で待たされて、やっと番号を呼ばれて、これから出口に向かいます。直接接岸できないので小さなボートに乗っていきます。で、今ちょっとイミグレ通って2時間ぐらい待たされたんですけど、船の中入りました。船の中はね、こんな感じになってます。はい、50人ぐらい乗れるボートかな。はい、やっとベトナムに行けるそうです。船に積んでたあの小さなボード、あれ救命ボードだと思ったらね、これで行くみたいです。10時38分ですね。はい、やっとベトナムに接岸しました。今からこの小さなボードを降りて渡りたいと思います。はい、今上陸しました。じゃあこれからバスに乗り込んでいきます。ツアーも仕込むとね、こうやってすぐバスが回ってくれてるみたいで楽ですね。港降りてすぐね、こちら連れてこられました。ミュージアムみたいですね。はい、はい、ここを見学するみたいです。中には大きな古代魚、また反対側には大きなクジラの骨が飾られています。こちらにはサメの歯があったり、これはチョウザメかな、こちらはジュゴンっぽいですね。とりあえず館内は観光客でとても混雑しているので、流れに任せてゆっくり進んでいきます。見学時間はたった30分のみなので、急いで見学を済ませます。少し進むと大きな水槽の中にサメが泳いでいました。ここからは生きた魚が見られる水族館のようになっています。先に進むと通路の両脇に水槽があって、いろんな魚を見ることができます。ここは伊勢エビ、ここはイソギンチャクのコーナーのようです。こちらは大きな円形の水槽の中を回遊魚が回っています。こちらはトンネル型の水槽、横を見るとサメが同じ方向に泳いでいます。他にはエイしか見えないので、サメとエイの専用の水槽みたいです。気づいたらもう30分、急いでバスに戻ります。バスで移動中はツアーガイドがニャちゃんの特徴、歴史、見どころについて英語で説明してくれます。時には歌を歌ってバスの中を盛り上げてくれました。こちらはベトナムの様々な伝統工芸を楽しめる観光地のようです。入り口はまるで植物園のようで、様々な植物が迎えてくれます。ベトナム特有の草花でしょうか。なぜか大きなそろばんも飾られています。建物の中に誘導されると、ベトナム特有の衣装を着た方たちが伝統的な弦楽器や打楽器を使って演奏してくれるので、座って聴くことができます。独特の楽器から出る音色が心地よくて、観光客の皆さん聴き入っていました。こちらは石の打楽器、石から出る高い音色とテンポの良いリズムが個人的には一番気に入りました。バリ島にもよく似た打楽器があるんですが、こうした楽器は国独特の特徴があっていいですよね。演奏が終わると今度はいろんな職人さんがいる建物に移動します。こちらの方は砂を入れた器を棒でついて、いろいろな絵を作ることができるみたいです。こちらの方は刺繍の職人さんですね。伝統工芸品は木や竹から作るものが多いですね。
その辺はバリ島ととてもよく似ています。こちらはギター工房です。今職人さんがギターやウクレレを作っています。スクレッパーのようなもので表面を平滑にしているみたいですね。こちらは焼き物のコーナー。焼く前にこうして模様などを入れているみたいです。セミをモチーフにしているんでしょうか。この方は食品サンプルを作っているようです。どの食品サンプルも本物みたいです。こちらは陶で家具を作っています。陶の家具はバリ島でもよく見かけますが、作っているところは初めて見ました。こちらは織物を織っています。模様も織って作るので時間がかかりそうですよね。インドネシアでも島によって模様が違うので、ベトナムも独特な模様があるのだと思います。次にバスはショッピングモールへ到着しました。こちらで昼食と買い物をするように言われたんですが、タイムリミットはたった45分。みんなで急いで3階のレストランへ行ったら、そこには海鮮焼肉バーベキューのビュッフェレストランのみ。個人的にはベトナム料理をゆっくり味わいたかったんですが、海鮮と焼肉の早食い大会になりました。支払いはワイズデビットカードを使いました。世界中でお得なレートで支払いができるのでとても助かります。3時50分ですね。ツアーも終盤になって海岸の方に来て、そしてココナッツを飲んでいます。今向こうの方にですね、見えるかな、僕たちが乗ってきたスペクトラムオブザシーズがね、この辺に浮いてるのが見えると思います。ここから見てもでかいですよね。後であの船に戻って、今日もあの船で泊まりたいと思います。16時51分、ツアーを終えて港に帰ってきたんですけども、すごい行列です。これ多分1時間以上待つんじゃないですかね。今向こう側にクルーズ船見えていまして、港に来てるんですけども、こうして黄色い小さなボートがね、あのクルーズ船まで送ってくれます、はい。まあ、ベトナム着く時もね、2時間ぐらい待たされて、こうしてベトナムから今度クルーズ船に戻る時までもね、1時間ぐらい経ってますね。今ね、屋根のないところで皆さん待ってるので結構疲れ果ててますね。僕もかなり足が疲れてきました。雨とか降ったらこれどうするんですかね、ちょっと分かんないんですけども、次回からね、香港と台湾と日本なので全て接岸できる港なので、こういうことはないと思うんですけども、一応ベトナムのニャちゃんは一応こんな感じになってます。ちょっとね、待ち時間が長いってことを念頭に入れておいた方がいいかもしれません。はい、今5時44分ですね。1時間ぐらい待ってやっと船が発進しました。まだね、岸ではね、結構人が待ってるんですよね。みんなね、やっと乗れて一安心って感じですね。はい、これから船はクルーズ船で向かいます。はい、今日が8月の2日18時ですね。今ツアーからね、ベトナムのツアーから帰ってきたんですけども、すごい部屋をきれいにしてくれてます。一応毎日ね、ベッドメイキングこうしてしてくれるみたいです。はい、これ助かりますね。毎日ね、本当にベッドメイキングしてくれるのはね、本当にすごいですよね。長期滞在とかホテルだと、何日かに一遍なんですけども、こうやって毎日ベッドメイキングしてくれますし、昨日はね、ちょっと僕たちもちょっと疲れてしまって、もうちょっと寝たかったので、バスタオルの交換とかね、ゴミ捨てだけね、ちょっとお願いして、もうベッドメイキングはいいって言ったんですけども、まあそういうこともできますんで、まあ、結構このクルーズ本当に至れり尽くせりだと思います。夜になって船は出港です。ベトナムもかなり発展していて、夜景もとても綺麗でした。この後レストランに行って夕食。この日の前菜は春巻きとトムヤムスープ。メインに妻はタイのパッタイ、米粉の焼きそばみたいなものと、僕はステーキをいただきました。ここのお肉は本当に美味しいです。今日は朝からツアーに出かけて疲れたので、これでおやすみなさい。